高景山は、広島県尾道市にある標高283メートルの山。旧向島町の最高峰で、2万5千図は、尾道、二島三角点の山である。芸予諸島の向こう島南部にあり、瀬戸内海随一の国立公園。山頂からは360度の展望が開けており、四国山脈を望み、眼下には、瀬戸内海に浮かぶ島々を一望することができる。 かつては村上水軍の物見の山であった。東山にはテレビ FM ラジオの送信所が設置されている。このうちアナログ放送はビンゴ地区機関局になっており、ビンゴ地区を広くカバーしていた。FM 放送は岡山県南西部までカバーしており、特に FM 岡山開局前は岡山県でも広島 FM 尾道局が広く聴取されていた。送信等は 西側から NHK 総合、NHKFM 共用、NHK 教育単独、広島テレビ、広島ホームテレビ新広島共用、中国放送、広島 FMFMO の道共用の4つに分かれている。中国放送の送信等は2012年6月頃、ほぼ撤去され、残された部分に放送用途以外の電波送信機が取り付けられている。 デジタルテレビ放送のビンゴ地区機関局は福山市の彦さんになる。そのために、高健さんのデジタル放送の出力はアナログ放送の20分の1と低い。デジタル放送の送信アンテナは6波とも NHK 総合 NHKFM 共用等の中間武器田側に設置され、愛媛県に電波が飛ばないように指向性が持たされている。結果、 高健山の南東側の麓に位置する向島、肘尾地区は南市町エリアとなる。ただしアンテナを彦山に向ければ全極良好に受信できる。隣接する向島と沼熊半島にある高健山と彦山は直線距離でも 15km 程度しか離れておらず、中間に障害物もないため相互で氷特に受信可能である。両山の中間部にある向島、 旧尾道市街、松永、沼熊町エリアでは、どちらの送信施設にアンテナを向けても好利得を得られる贅沢な状況にある。2015年11月、NotTV は2016年6月30日にサービス終了予定と発表し、実際に同日をもってサービスを終了した。マルチメディア放送の中継局に対し予備免許から、携帯端末向け放送局。 岡山の道エリアでも放送開始。 総務省中国総合通信局 http://info.notb.jp://notb:/2015//11/27/1197/html://http://k-tai.inpress.co.jp://docs/news:/2015/1127732597 ありがとうございます。